札幌駅南口に建設が計画されている再開発ビルについて計画の見直しが検討されている問題で、建設会社と予算見直しに関する協議が行われていることが分かりました。北海道新幹線の札幌延伸に伴い、札幌駅南口では道内一の高さとなるおよそ245メートルの超高層ビルが建設される計画です。あさってにはエスタが閉店し、工事が本格的に始まる予定ですが、札幌市の関係者によりますと、建設を行う清水建設が予算を大幅に上回る金額を提示しているということです。札幌市や再開発組合は清水建設と建設費について協議を続けていて、2028年度の完成予定時期も含めた事業計画の見直しを検討しています。